はい、こんにちは。フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、面接でお父さんお母さんをどう呼びますかです。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ご家庭でもね、お父さんお母さんの呼び方いろいろありますからね。とあるおさと父ちゃん母ちゃんという様子もあるぐらいで、父ちゃんって言ってるうちもあるし、うん、ママとかパパとか言ってる人もあるし、はいはい、マミーダディって言ってる人もあるし、ありますよね。うん、まあお父様お母様ってなかなかね、うん、でもね、どういうわけだかね、面接になるとね、びっくりするように、はい、お父様と遊ぶときはとかね、突然ね、その子がお母様と遊ぶときはとかね、言うんですよ。ありますね。でもね、その時に私はその子に、ねえ、お父様お母様って今言ってるけど、お家でもそう呼んでんのって聞いたら、うちでは呼んでないって。じゃあなんでさ、呼んでもいないもののお父様お母様になるのって言って、それはやっぱりね、私でもそう思うんだから、面接官なんかそう言ったら、そんなもん絶対家じゃやってないでしょう、なんで面接のためにわざわざ自分のね、両親のことに様つけんだろうってね、絶対思うと思うと私は思うのね。自分でも面接で、お父様と遊ぶときはとか、お母様と遊ぶときはって言うんですよ。で、私のフレンドリーでは絶対にそういう呼び方はした方がいいとは言わないから、うちの生徒たちはそんなこと知らないんですけれども、たまに外部から来た方が、お父様と遊ぶときはお母様と、あんまり言うから、でもそれは一応は不自然じゃないかって言うんだけど、もう教室でそう言えって言われてるから、染み込んでるから直せなかったんですけど、でもやっぱりね、聞いた方はね、ちょっと違和感を覚えるかなって思うんですよ。でね、そう、仕込んだ感が、そうなんです。仕込んでら、家でじゃずっとこのお父さんのことをお父様お母様って呼んで生活してんのってことになっちゃうから、それはあんまりありえないと思うんですよ、この中でね。だから私はそれは絶対子供には言わさないんですけど、はい、ただね、ママと遊ぶときはとか、パパと遊ぶときはとか、ダディと遊ぶときはとか、マミーと遊ぶときはって、それはやっぱりね、ちょっとおかしいかなと思うんですね。でもね、そういうふうに言うと、家でもママパパって呼んじゃいけない、面接のためにお母さんお父さんって呼ばなきゃいけないのかって言うと、そういうもんではないんですよ。でもそこではしなくてもいいと思うから、家では別に好きな呼び方、名前で呼ぶ子もいるし、時々ね、そう、サトシと遊ぶときはって、ね、サトシって誰って聞くと、お父さんとかね、パパとか言うんですよ。だからそれはやっぱおかしいから、それは直すんですよね。ただ家ではサトシって呼んでも構わないんですけど、でもいいって言って、面接のときは絶対そういう呼び方しちゃいけないって。そうね、子供って面白いんだけど、すっごい使い分けるんですよ。お父さんとか、家ではパパママって絶対言ってるから、時々パパと遊ぶ、違うでしょって私が言うと、子供ってさっとお父さんと遊ぶときはっていう、なんか面接用語として、パパはお父さん、ママはお母さんって、そういうふうにこう呼ぶっていう意識がこうできるみたいで、で学校側もお父様と遊ぶときは何してなんて、最近そんなふうにして聞くところもないし、ママとどんな遊びするのって、それもないんですよ。でやっぱり標準語として、お母さんとどんなことして遊ぶの、お父さんとどんなことして遊ぶのって学校が使うんだから、お父さんお母さんでいいんですよ、呼び名は。そうですね。だからもう本当最後はニュアンスの世界かもしれないけど、だからといって、家でお父さんと呼ばすとか、お母さんと呼ばすって、それはすごい不自然にね、不自然なんで、やっぱり家では別にね、ママパパでも全然構わないんだけれども、面接の時はさ、お父さんお母さんって言おうねっていう、そういうふうにはしてますね。そうですね、はい、はい、ぜひ参考にしてみてください。まあなんだか堅苦しい感じしちゃいますもんね、お父様、いや、お父様とお母様だけはね、ま、本当にそう呼んでるならやっぱりね私が先生でもプッと吹き出しますね。やめた方がいいと思いますね。はい、参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは面接特訓コース現在も受付中です。ご家庭のオリジナリティを生かした面接ができるように特訓いたしますということでね、考えがまとまってませんよとかね、うまく答えられませんとかね、バッチリ準備してるから実践風にやってみたいですよとか、いろいろな利用方法ありますのでぜひご活用ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。こちらも現在も受付中ですのでお気軽にご相談ください。認定とか決まってない段階でもね、ざっくり、聞くこともできますのでね、できる限りスケジュールはホームページに書いてある時間以外でも調整いたします。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。それぞれの、講座等につきましては現在ご覧いただいているこちらの YouTube の概要欄を、見てみてください。ちょっと今日噛み気味ですね、ごめんなさい。そうそう、体験授業なんですけれども、年中年少さんもね、じわじわ、最近増えてきております。ご興味ある方はお早めの申し込みお勧めしております。はい、教室では引き続き様々なテーマをお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。